皆さんこんにちは、テッコムです。本日はですね、カイスクエアポートで小樽まで乗っていきます。カイスクエアポートっていうのはランダムでね、2つのタイプの列車がしていて、まず1つ目は721系です。721系は、721系と同じ同期の列車となっています。まあ私はね、721系が大好きです。で、2つ目は、733系です。733系は2014年にできた最新の列車となっています。オールロングシート車で、通勤にも対応しているため、大変通勤客からも好評となっている車両となっています。ということで入線してきましたね。はい、ということでね、 U シートに座っていきます。では海の道と瀬を帝国で出発。座席の紹介ですね。まずテーブルを広げると、でテーブルはね、だいたいパソコンとか置けるかなって感じでなんですけど、まあ、電源がないのが少し寂しいところですね。で、広さは、足をね十分に広げられるようになっています。まあ、感覚としては、特急の指定席と同じような感覚ですかね。で、座り心地は普通列車と同じ感じでした。まあね、新千歳空港から出るね、快速列車っていうのは自由席でも混みますので、まあ、席の確証はつけたいよっていう方にはおすすめです。で、ね、エニュー駅なんですけど、これ見てください。名所案内、行けるものなら行ってみろって感じですね。で、ここからちょっと画像になります。と、 Wi-Fi もついていて、すごいいいですね。てか、いつついたんだろう。で、こちら新札幌ですね。新札幌は、札幌の副都心という扱いになっていて、ここでもたくさんの人の乗り降りがありました。で、札幌駅、これはね、道内随一のターミナル駅となっており、ここでもたくさんの人が乗り降りして、 U シートに乗っていた人もね、8割方降りていきました。で、出発ね、この後の停車駅は琴に丁寧、小樽実行、南に小樽の順番に止まっていくということですね。で、丁寧駅からですね、やっぱり丁寧駅といえば札幌最後の大都会となっています。で、ここは、銭箱アスリ館の海岸ですね。ここね、皆さんね、観光客の皆さん、ここで写真パシャパシャ撮っていました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。